神話のふるさと宮崎県。ここには多くの神々たちの伝説が息づいています。その神話のスポットを巡る旅、それが神旅です。神旅高千穂町にやってきました。今回は高千穂町文化財保存調査員の田尻隆介さんとともにお伝えしていきます。今日はよろしくお願いします。どうも、こちらこそよろしくお願いします。今回はどちらを案内してくださるんでしょうか。ずっと前にですね、高千穂においでになった時に、釧路神社のちょうどふもとのところに三重の御事が降臨された時に、阿弥陀如来の御事という神様が、高千穂に水の種がないということで、そこに水の種を持ってきたという、阿弥陀如来というところに行かれましたよね。でそこにやっぱりお祭りされているその阿弥陀如来の御事、実は神のというところに黒口神社というのがあって、その黒口神社の御祭神がその阿弥陀如来の御事をお祭りしているんです。ですからそこにちょっと今日は行ってみたいなと思います。よろしくお願いします。宮崎県屈指の神話のスポット高千穂町。上野地区は熊本県と大分県の県境に近い祖母山系の雄大な自然に抱かれた集落です。黒口神社は上野地区の小高い丘の上にあります。あ、この階段も登っていくんですね。そうですね、はい。ちょっとね、ところどころ欠けたりしているところがあって、これ古いもんだから結構、特に上の方が古いんですよ。気をつけてくださいね。ですね。ここの神社は結構ね、歴史があるんですよ。へえ、はい。棟札では950年の棟札があるから、もう平安時代にはすでにここに神社があったということははっきりしている古い神社なんですよ。歴史的な。そうですね。あ、鳥が見えてきましたね。そうですね。あの高千穂の神社は、はい、大体この作りの鳥が多いんですよ。これはね、権現鳥居とか両部鳥居とかって言うんですけど、ここに4本の稚児柱をいただくというのが、特徴なんですけど、まあ、大体神仏集合、駒の神をお祭りする神社とか、はい、あとまあ、こちら七五三の締め縄で、はい、じゃあ、はい、よろしくね。この道もいいですね。そうですね、この参道もね、杉がこう立ち並んで、また立派な木が、まあ、高千穂では杉の木がね、普通神社の御神木として、まあ、こちらもそうなんですけど、はい、まっすぐ天にこう、ね、向かって伸びる杉の木が御神木なんですけど、だけどほとんどの神社にやっぱりイチョウの木があるんですよ。この神社もこうイチョウの木がありますよね。大きいですね。大きいですよね。まあ、イチョウの木っていうのは、まあ、風よけっていうかな、はい、いわゆるお宮さんを守るんですね、イチョウそのもの。そしてイチョウの葉っぱっていうのが昔は防腐剤としてこう使われてたし、それから高千穂はこういった山間地なので修験所がこう張り込んでますよね。で、イチョウの実の銀杏、はい、銀杏をこう結局修験僧なんかが食していたというようなことあたりで、大概の神社にもですね、大きなイチョウがあって、そのイチョウも御神木としてちゃんと祀られてますね。なくてはならないものなんですね。そうですね、はいはい。神社入って本殿がね、すごく古いので、はい、お参りをして、それから本殿ちょっと上がりましょうかね、許可いただいているので。わかりました、はい。神社はどういった神社ですか？ね、神社今は黒口神社というふうに言うんですけどね、まあ、黒口っていうのはここの集落一帯を黒口っていう、だから昔はまあ黒口村、黒口集落というふうに言ってたので、はい、まあ、それで、後に黒口神社っていうふうになってきてるんですけども、まあ、古くはその阿弥陀如来の御事がまあ天から降臨もされたという話なんかがあって、それで大空天神、まあ、大空天神社とも言ってましたね。
ということは、こちらの神社は天野村雲の御事を祀っているということですね。で、天野村雲の御事は天野間内に水の種をこう天からこう持ってこられたというなってますよね、うん、はい、でこちらのお話では、まあ、高千穂に降臨をされるときに、まあ、牛を連れてこられたんで、牛を連れて来、はい、られたんですよ。でそのずっと雲に乗ってね、はい、そしたら村雲の御事と牛がその雲を踏み外して下界に落ちてくるんですね。その時にその牛が椿の木に引っかかって、はい、その怪我をしたということで、その雨の村雲の御事が牛を怪我をしたので誰か助けてくれっていうふうに言われるんです。でなかなかこう助けに来てくれる人がいなかったんですけど、この神社のちょっと向こうの方に集落があるんですよ、はい、でそこの小集落の人たちが来てその牛を、まあ、8日間森のところでこう寝せて、でこうずっと看病してくれるんですけど、で亡くなってしまうんですよ牛が、はい、でその牛が亡くなった場所は八日森って書いて八日森っていうふうに今でもあるんですけどね。で、まあ、雨の村雲の御事はこちらの方にこう未来を立てて、まあ、水の神ですから、でこの集落に水を与えようということでこちらにお住まいになったというお話があります。ここまで来るのにその水にまつわる場所ということでしたが、川とかってそういうのはないなと思ったんですけど、だから結局ですね、谷が深いですよね。でこの周りを見たら水らしきものがないので、はい、ですからやはりこの集落はやっぱり古くはものすごくやっぱ水に苦しんでいた集落なんですね。ですからそういったことでやっぱりこの雨の村雲を御事をご祭神として、そういったお話もあって、で、まあ、水をいただく神様としてこう大事にされている集落なんですよ。あ、じゃあちょっと、はい、この本殿の周りをね、あ、ちょっと見て回りましょうか、はい、素晴らしいでしょうね、このね、わあ、ね、竜が柱のところにこう、わかります？ああ、はい、でしょ、はい、で、これ後で、まあ、ずっとこう、外観をこうやって周りから見ることができるんですね。そうですね、ここで本殿は1793年なので、建立されたものですね。まあ、950年から古いですね、うん、で先ほどのほら牛を、わかります、老人が牛を連れています。先ほどの、うん、で雨の村雲の御事がこの牛を連れているという姿で、はい、ここにご祭神の雨の村雲の御事のお姿を彫刻している。素晴らしい彫刻ですね。すごいでしょう。ここのね、上の桁の作りがいいですよね。珍しいんですね。柱があって、うん、この桁の外側にこう出てるっていう、ね、作り方は、はい、珍しいらしいんですよ。でこれがね、これ七福神のなんていう神様かわかります？ニコニコして腹が出て、ちょっと これですか？そうそうそう、なんだっけ、なんだっけ、わかります？ね、布袋様ですね。あ、袋の中に宝物が入っているということで、いろんな人にこうそういったものを貧しい人に与えるとかあります。こうやって見て回るのすごい面白いですね、うん、神社はですね、はい、歴史がある神社は彫刻が素晴らしいので、高千穂結構ね神社の彫刻がいいんですよ。じゃあ回りましょうか、はい、やっぱ近くで見ると、そうですね、ありますね、ちょっとこの本殿のこのところ日本の柱をね、はい、向かう拝と書いて向拝って言うんですよね、この柱の面を。でこの後輩にこっちが下向いてるから下り、こっちが上りですね、上を向いて、あ、はい、で竜がこう上っていく姿で、今度は天から降りてこられる。だからまあ竜はもうね、もう水との関連が強いですよね。だから雨の村雲の御事は水の種をの司る神様なんですけれども、この竜はこういった風に彫刻をされているということは、やっぱり雨乞いとかいろんな水をいただきたいという、そういった願いの中で上り竜下り竜、この後輩にね、こういった風にして竜の彫刻があるのは高千穂ではこの黒淵神社、はい、国見大岡知ってますか、はい、うん、あそこの麓にある中畑神社、この両神社しかないですね。あ、そうなんですね、珍しいですね。珍しいんですよ。でまあこちらの村の伝えなんですけどね、この目のところがちょっとこう、目のところがないですよ。ないですよね。うん、でこのところ彩色がしちゃったらしいんですけども、はい、でこの
後輩の上り流下り流がですね、夜になると夜中になるとここからずっと村の方に行って、そして農作物を荒らすっていうお話があって、そうなんですかだからここから離れないようにというで、まあ、目をねくり抜いたという話がありますけど、まあ、じゃあこの竜と雨の村蜘蛛の巫女と本当に深くつながりがあるってことですよね。まあ、水に関連した神様というか、まあ、そうやってやるあの神社の建築の中にそういった水への祈願というものが深く込められてますよね。上り竜下り竜っていう、まあ、2匹の竜2頭の竜があるということで、はい、ここ2つの竜の野原と書いて二竜のっていうんですね。で、この、まあ、近くというかちょっとこう先のところに親父山っていう山があって、はい、うん、そこに龍ヶ岩っていう竜が住んでいたとか竜の滝っていうふうにこう言われている場所があるんです、はい、行ってみますか。はい、行ってみたいです。ちょっと離れてますけど、はい、はい、いいところです。というわけで、黒口神社から車で40分ほど離れた祖母山系の険しい山に向かいます。あ、この奥に、そうですね、ずっと登ったところ。あ、この水の音いいですね。そうですね、うん、よっしゃ、よっしゃ。谷沿いの遊歩道を10分ほど歩くと滝の下にある小さな橋にたどり着きます。あ、見えてきましたね。そうですね、あともっと上の方に行ったら、はい、滝がよく見える。あ、まだ先にあるんですね。はい、見えます。あ、見えました。あ、あちらですか。そうそう、ちょうどだからこの下までだいたい50メートル。勢いがすごいですね。竜が水を吐き出す、はい、なんかそんな感じでしょ。あ、確かに竜が水を吐き出す、竜、蛇とこの村蜘蛛水っていうののつながり的なものは、あのヤマタノオロチの話ですね、はい、その中で草の飲み方はヤマタノオロチを退治をして、うん、でお腹のところからこう剣が出てくる、はい、で剣さ、あのその剣は村蜘蛛の剣というふうに書いてある。で村蜘蛛ということは雨に関連した水を与える剣ということになりますよね。でその村蜘蛛の剣が後にあの草薙の剣というふうに変わっていく。だから結局その、まあ、水の力で火を追い払ったということにもなりますよね。あ、なるほど、まあ、名前の由来ということになると思います。そうだったんですね。いやでもこんなに勢いがすごいとは思いませんでした、ね。龍ヶ岩の滝は秋には紅葉、厳冬期には滝全体が凍りつくなど四季折々に美しい姿を見せてくれます。今回は田尻さんに水にまつわる場所を案内していただきました。竜と雨の村蜘蛛の巫女との深いつながり知ることができました。次回も田尻さんに神話の地案内していただけるということですが、次はですね、下の八幡大神社という神社がありまして、はい、まあ、八幡神をお祭りしている神社なんですけれども、そこにお邪魔しようかなというふうに思います。楽しみです。今日は本当にありがとうございました。どうもお疲れ様でした。さあ神旅、今日はこの辺でお別れです。次回もお楽しみに。